しながら、先日ストーリーの方でお受けした質問などなどを答えていきたいと思います。声が響きすぎてるけど平気かな。 YouTube のメンバー限定入ったらご飯いけるんですか？また入り方教えてほしいですって。で、入ったらご飯いけるっていうことは今までにはないですけど、なんかできたらいいですね。入り方は YouTube のトップ画面にメンバーになるっていうボタンがあるか、もしなかったらちょっと調べて載せますね。私香水をつけてなくて、ボディクリームはすごい好きで、いろんなジョー・マローンのイングリッシュヘアという香りがすごく好きで、それのボディクリーム使ってたり、シャネルのボディクリームだったり、いろいろ使ってます。ちょっとお家にあるやつ並べてみて写真載せようかな。何かその無気力になる原因があると思うんですよ。私の場合は多分本当に疲れちゃったりとか睡眠不足が原因なので、ひたすら寝ます。ひたすら寝て、ひたすら寝て、起きたら体力回復してるから何でも起きる。体力がない時とかはやっぱ何をしても気持ちも元気になりにくいし、とにかく栄養をとって休憩をする。お休みの日にお家で一日中 YouTube 見るとか TikTok 見るとかドラマアニメ見るとか、一日中ねずっとそうやって過ごしてるのは休憩と言いませんから。目がめっちゃ疲れてたりするから、ゲームとかもね趣味じゃない、それはもうね、めっちゃ疲れてるから、もうとにかく寝ること、何もせずに寝る。 iPhone 見てるものなどはどこか必ず脳も目も休めてないから、とにかく一回寝る。お尻のケアは多分体質なこともあるんですけど、基本的にはジムに行ってお尻メインのトレーニングをしたり、最近はね何もしなくて進められてなって思ってるところです。これはちょっとまた今度やりたいと思います。ヘアドネネしました。髪の毛31cm 以上だとできるみたいで、なんか本当はいろんな髪型してみたかったんですけど、せっかくここまで伸ばしたらやるしかないと思って、できるだけ長いところで切ってもらって、今のこの髪型っていう感じです。いつかは結婚したいって思ってるんですけど、いつかっていつだよみたいな、もうそんなこと言える年じゃないよってちょっと言われたことがあって、まあそういうことも気にせず過ごしてます。で、電気でやるカイロを使ってます。それもね写真載せますね。こんな感じのやつですごい匂いが熱くなる、おすすめです。1個にもなるし2つにもなるって感じ。ありがとうございます。スタイル維持は趣味のようなものなので、これからもやっていきたいなって思ってます。こだわりがなくて結構ねいろいろしてみちゃうタイプなんですけど、今使ってるのはこれですね。でもまたすぐ変えると思います。これ結構前の質問だったんですけど、誕生日おめでとう。ずっととにかく健康第一なので健康でいようね。パパと思い浮かんだのはチューリストっていうやつなんですけど、私はそれが結構何回も見たことあるぐらい好きな映画で、あとはレオンも何度も見たことある映画かな。なんか自分のコンプレックスがあったらそのコンプレックスを改善できるようにやるって感じで、世の中的にこれがおすすめだよとか今これ流行ってるよっていうのはあんまり興味がなくて、今自分に必要なものは何かなっていうのだけ取り入れていきたい思ってる感じですね。ゴルフクラブ作りしたいですね。 YouTube でできたらやりたい、やりたいです。逆に連絡ください、事務所の方に。ただまだねそこまで髪の毛カットした写真も載せられてないんですけど、これからたくさん載せていきたいと思います。なんか嬉しい、なんかねすごい髪質が変わっちゃったみたいで、昔みたいなヘアケアが上手にできなくなっちゃった。昔はオイルなんて全然使わなかった、ヘアトリートメントも全然使わなかったけど洗い流さないタイプのね。でも今はもう絶対必須です。嬉しいです。なんか最近 TikTok ライブとかで昔好きでしたっていう過去形で言われることが多いので、
現在進行中めっちゃ嬉しい。今お風呂入ってます。まさにね、さっきね、フグ鍋しました。すごくね、美味しかったです。友達が作ってくれたんですけど、美味しかった。これは毎年恒例にしたいなって思ってます。そちらの動画も載せるのでぜひ見てください。これはあんまり考えたこと実はなくて、言い続けてる好きなタイプはテレパシーが使える人なんですけど、それは変わらずずっとテレパシー使える人がいいなって思い続けてます。これは筋トレ動画撮ってると思うので、そちらの方見てください。好きな人いっぱいいますよ。結婚予定ありますよ。でもいつするかとか誰とするかとかは分かんないですし、もうしてるかもしれないし、しても報告しないです。早めにできるようにマネージャーさんにお話持ってきてもらいたいと思います。いつでも OK なので、ペントハウスにハマってしまっています。なんか今まで吹き替えのドラマばっかりしか見たことなかったけど、ペントハウスはもう集中してもう字幕を追いかけるぐらい、字幕追いかけるのあまり好きじゃないんですけど、もうペントハウスに限っては寝るとき以外ずっと見てるぐらいの感じです。やってます。動画も上がってるのでぜひ見てください。いてもいなくてもどっちかわかんないですみたいなことを言い続けたいなって思ってます。どっちもね、好きなの。私、いるのにいないっていうのも好きだけど、いないけどいるっていうのも好きなの。なんかいた方がリア充してそうだし、幸せそうに見えるし、でもいない方が付き合えるかもみたいな感じから、どっちにも捉えられるように言います。進修できれば星順に取りたいって期待します。姿勢をね、気をつけて過ごしてます。毎日日常で1秒1秒背中を意識してるって感じかもしれない。なんか自分の年齢に合った雰囲気になってるんだなって思いました。あとはね、本当にこの僕は何年ぶりかなってぐらい何年ぶりかにしたんですけど、やっぱり昔してた感じと雰囲気違う気がするので、なんか大人になっていますっていう気持ちでした。くびれ、私はチャームポイントだと思ってます。特になんかトレーニングというよりも骨格なんだと思うんですけど、それが鍵付きっていうのなんですよ私、はい。なので結構ね、そのインスタとかツイッターとかよりはフォローしてくれてる人限られてるので、割と返事したりしてますよ。ムクラゲのムービー作品は YouTube のメンバーシップ登録で毎月サウナの水着動画をアップしてるので、ぜひメンバーシップ登録よろしくお願いします。嬉しいです。もう何周もして好きすぎてどうしたらいいかわからない、料理ももっと好きすぎてもらえる、どうしたらいいかわからないっていうならないぐらいもっと好きになってほしいです。さあ、全然わかんない、オレンジかな、あんま使ったことないけどっていうものはないですけど、毎日トマトジュース 100% のトマトジュースを 200ml 飲むようにしてて、お肌のために。あと朝起きて一番最初に 100% のストレートのグレープフルーツジュース飲むようにしてます。最初に一番最初に口に入れるものは 100% の濃縮還元じゃなくてストレートのグレープフルーツジュースです。あとは豆乳は毎日飲むが 500ml ぐらい飲んでるかな。どこだろう、あんまり意識してみたことないかもしれないです。地声だよ。ありがとうございます。もっとそうやって言ってもらえるように努力します。こちらこそありがとうございます。特典は今のところコメントをするか限定動画っていう感じなんですけど、今後ちょっといろいろ考えていきたいなって思っています。部屋が暗かったとか嬉しいですね。レベルアップできるようにしていきたいと思います。今何もしてないです。見ますか、今本当何もしてない、こんな感じです。見えるこんな感じです。ありがとうございます。それは TikTok の方で披露させてもらったコツですね。もう一度必ずします。で、旅行はね、結構行ってるんですよ。国内旅行が多いんですけど、なんだかんだで毎月行ってる気がします。美しいっていうことを好きでいることですかね。今月もアップしているので、毎月アップしていると思うので、ぜひそっちの方で見てください。あとインスタにも載せているので、インスタもチェックお願いします。
思います。どうなんですかね、全然別にちょっとないと思います。自分をさらに好きでいれるような努力はすごく素敵なことだと思います。むしろよく行くバーにしか行かないです。いろんなお店よりもいつも同じバーにしか出没してないです。私は天台軒っていうラーメン屋さんがあるんですよ、神谷町と麹町に。そのラーメンが私大好きすぎて、前に一回私の出ていた番組で VTR で見た時からもう美味しそうって思って、もう10年以上前なんですけど、そこから通ってます。やめてもいいし、やめなくてもいいし、あんまり重きを置いてないところですかね。仕事がメインで生きてないところかもしれない。でも肌が綺麗っていうのは大事かなって思う。あと食べ物もちゃんとこう添加物入ってないものとか、体にいいもの、バランス整えたものを食べるとか、タバコを吸わないとか、清潔感を持つとか、服もなんかこうピシッとしとくとか、そういう感じですかね。まずは髪がちゃんとするとか。ということで今日はこんな感じの動画になりました。